1番括弧を使ったり2番括弧を使うっていうこのリピート記号ももちろん使うんだけど、最終的にどこかでダルセーニョにぶち当たるので、そうしたらダルセーニョに向かってどんどんね進んでてくれればいいです。始まるよ。おはようございます、パチさんです。今日は、皆さん読めるようで読めない繰り返し記号とかリピートの話をしたいと思います。さあ、これは僕の、プリント、オリジナルのプリントですけども、反復記号の組み合わせ、まあ、反復記号っていうのは、まあね、リピートのことですね。いろいろ戻ったり進んだり飛んだりするやつですわ、うん、それを総称して、反復記号と、言っております。今日はですね、これ、バンドスコアとかバンド系の楽器のみならず、クラシック系とかの、方にも、大体使えるように、しておりますので、一緒にね、なって、ちょっとこの動画お付き合いいただければと思います。一番最後には練習問題として、課題がね、ありますので、そちらの方も楽しんで取り組んでみてはどうでしょうか。さあ、それではフレー1からいきます。これはね、演奏順序です。このね、数字はね、順を追って説明していきましょう。まずはフレー1、まずは最初からね、左から右にね、左から右に進んでいくっていうのが、まあ大原則ですね。はい。で、ここにこの記号、これですね、これはリピートと言います。リピ入り、ウソン、リピート、繰り返し記号ですね。はい、この区間を繰り返しますね。はい、ものによってはこういう風にピッピッってねついてたりします。わかりやすくね。まあどちらも同じ意味です。で、まずは左のね、最初からいくと1ですね。2でこの区間に突入します。3、4ってきたら、あ、リピートがある。ここに戻る。5、6。っていう風に進んでいきます。はい。次、2番。ね。はい。同じように行きます。1、2。お、ここに、これがある。1番括弧と言います、これをね。1回目のみ、ここ通ります。1回目はここ。入っていくわけですね。1番括弧に入ります。お、リピート記号がありましたね。はい。さあ、リピート記号、戻り先がこれ書いてません。さっきは戻り先がちゃんと書いてありましたね。戻り先がない場合は、一番頭に戻るという、慣習があります。なので、一番頭に戻る。5、6。ね。そしたら、次こっちに行くのかな？いやいやいや、一番括弧は1回目だけでした。次、どこかに2番括弧っていうものがありますね。こちらになりますね。はい、2回目通ります。なので、5、6と来たら、次こっちの7行って、8。ね。で、この曲の場合、ここで終わってます。この終止線というのがありますね。はい。太い棒と細い棒が、あるのが終止線。ここで曲は終わりですよっていう意味ですね。フレー1の方にはなんでないのって、これはまだ曲の途中だったというね、解釈にしておいてください。ね、はい、次3番。いくよ。はい、1、2だね。はい。普通に言ってこれ3番です。3、4ですね。で、これね、いろんなパーツがあるんだけど、これをね、解釈して読んでいく順番ってのがあるのでね、それが難しいと思いますが、この場合はこの DC というもの、ね、はい、ここにある、ダカーポですね。はじめに戻ると。一番ドア頭に戻ります。5、6。で、ここ、ファインと読んじゃダメです。これ、フィーネですね。はい、フィーネと読みます。ここにね、今二重線でこういう風に引っ張ってありますが、二重線は、大きいね、場面転換があったりする時にも使います。ここは、だいたいフィーネの時はね、二重線で引っ張ってフィーネってなってます。これね、二重線になってるでしょ？黒線の2本ね。はい。だいたい二重線のとこね、フィーネですね。で、フィーネ何かって言ったら、ここで終わりって意味です。だからもうここで終わりです。終止線がなくてもフィーネがあれば、そこで終わりになります。曲の途中で終止線を作る、つけることはできません。そこで終わっちゃうことになるからね。曲の途中で終わるときはフィーネ。途中っていうかね、ここまでを使ってエンディング部分をどこかに飛ばすとかいうことがなく、ここで終わるよっていうときがね、あります。フレー3は、主にね、クラシックだとか、うん、
もうちょい規模がちっちゃい曲にあるんじゃないのかな。まあ僕はね、吹奏楽指導をよくやってるので、吹奏楽でいうところのちょっと古めの、行進曲とかにはね、たまに使われたりしますね、これね。はい。さあ次4番。1、2。これ後で説明します。3、4ってまずきます。で、5、6です。とにかく、まあこれね、DS ですね。ダルセーニョ、ダカーポと言います、これね。ダルセーニョ、ダカーポ。ダルセーニョ、ダカーポね、これね。ダルセーニョ、ダカーポに向かって、とにかく行っちゃってください。1番括弧を使ったり、2番括弧を使うっていう、このリピート記号ももちろん使うんだけど、最終的にどこかでダルセーニョにぶち当たるので、そうしたらダルセーニョに向かって、どんどんね、進んでてくれればいいです。で、これどこかって言ったら、どこにも、これ、セーニョマークって言うんですよ、これ。これ、セーニョマークって言うんですよ。で、セーニョマークに戻る。で、だからこれ、次、7、8になりますね。で、はい。ダルセーニョを使って、セーニョに戻った後に、コーダというものが登場します。これが発動します。まあ、通例上ね、僕は三角で書く。まあ、ジャズミュージシャンにはよくあるんだけど、これ、ダルセーニョとかを丸、コーダを三角でね、表記して、ちょっとね、付け足して、わかりやすくペンでね、付け加える人もいます。で、コーダに飛びます。9、10ね。っていう感じです。なんとなくわかったかな？どうだろう？ね、難しいかもしれませんけどね。チャンネル登録お願いします。次例題です。今からすぐに答え合わせを、僕は喋りますので、もし、自分で解いてからやりたい、ね、答え合わせ見たいという方はここで一回、ストップして、自分なりに番号をね、上みたいに書き足してみてください。でその後答え合わせを見てくださいね。さあ、じゃあやってみよう。まず1、2ですね。で、はい、ここ。リピートマークありますね、これね。はい。なので、3、4ですね。で、5、6。2コーダは後から使うね、これね。いきなりコーダ飛ばないからね。5、6、7、8。お、1カッコある。9、10。で、戻ります。戻る先はどこかな？さあ、ここだよね。これはここに。ここにね、うん、頭に戻る。戻り先がない場合はここに。ここの区間とここの区間は別区間ですからね。これはここに戻ってください。なので9、10、11、12。そしたら1括弧はさっき使いました。2番括弧いきますね。13、14。お、またあるじゃん。これどこ？こっちに戻ってください。はい、ね、戻り先は一箇所で、戻る元が二つ、三つある場合もありますのでね。二番括弧終わったら、またもここに戻るようにしてください。13、14来て、ここがだから15、16、すげえ通るわけだね。で、次、15、16来たら、二番括弧も使ってしまった、どこが、お、三番括弧があると。これね、いきなりの鬼応用問題ですね。これ、引っ掛け問題。ね、意地悪ですよ、僕は。15、16、17、18ってね。今度はここに飛ぶわけですよ。で、17、18、下の段行く。お、19、20。お、なんかあるぞ。ダルセーニョじゃないか。ここに飛ぶわけだね。19、20。で、ここに飛ぶので、21、22。で、はい、コーダ登場。ここに飛ぶ。ね、ここに飛ぶわけですね。21、22、23、24。で、終わりですね。さあ、ここまで分かったかな？まあ、いろんなね、まあこれなんてまだいい方ですよ。近いからわかるから。これ遠かったらほんとわかんないから、もうその都度その都度ですね。はい。もう慣れていくしかないです。うん。で、必要に応じて、なんかね、印をつけたりするのもいいんじゃないのかなと思います。まあ僕の場合はですね、余談ではありますが、サインペンを使ってます。こういう時ね。ちょっとこの赤だらけだからちょっと、見づらいかもしれないけども、ちょっとね、書き足すと、ダルセーニョにはまず丸を打つかな。で、コーダは三角。で、僕は1番括弧とか2番括弧にはこういう風に印をつけます。うん、3番括弧がここにあるね。
で、それでも分からなかったら1番括弧にこういうふうに、1番括弧というか2番括弧もか、これリピートマークに全部こういうふうにつけたりします。で、これ分からなかったらこっちにももうつけちゃいます。こうするとね、なんかだいぶ分かりやすいかなと思いますので、まあその辺はですね、ご自身いろいろ工夫したり、周りのプロミュージシャンの方に聞いたりだとか、結構これはこれローカルルールなので、この今の赤ペンつけたりするのはね、人によって全然違うと思うので、その地域の慣習ごと、地域ごとの慣習もあったり、あとはミュージシャンの世代間によっても違うかもしれません。おじさまミュージシャンと若手ミュージシャンでは違うかもしれないし、まあもちろんだけど国籍によっても違うかもしれないし、外国人ミュージシャンの方はまた違う表記をすると思いますし、その辺は臨機応変に、郷に入っては郷に従えで、頑張ってみてください。なかなかね難しいけど、どうだったかな、合ってたかな、皆さんの、答えを、コメントに感想をね、教えてくれれば幸いです。さあ、いかがだったでしょうかね。実際には、もっといろんなね、記号とかがあったり、複雑です。バンドスコアとかね、ダルセーニョ123とかあったり、コーダ123があったりするので、まあその辺はですね、もしわかんなかったら、質問を、ぜひお寄せいただければ、わかる範囲で、お答えしたいと思います。あとは今日のね、資料は、LINE 登録していただければ、お渡しすることができますので、ぜひぜひ登録してみてください。それではまたよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。